さあセリーグのペナントレースはこれから熾烈な戦いを121いきなりストライクだってところもすごいですね。2球目5回の表の日本ハムはこの回の先頭バッターの中田の打球、これを栗山がダイビングキャッチのファインプレー。違和感でファームに下がっていた摂津、岡島初球を打っていきましたがライト線ちょうどエキサイティングシートのところで、あっとキャッチしたんですが最後は体が飛び込んでしまった。ナイスキャッチ、ね、ナイスキャッチ、はい、長谷川のナイスキャッチ、そしてボールをプレゼントしてもらったお父さんも三遊間、あっとゴリラが横っ飛び、一塁送球アウト。ここはサードルナのファインプレー。大野パッター、三塁線、フェアです。間に合うかどうか。間に合い。バッターボックスには中村です。三馬が取った、ナイスプレーです。今日第2打席にタイムリーを放っている中村をピッチャーご。足元浮いたが、ショート取れたが、二塁は、二塁へバックトス。あー、ナイスプレーですね。大きいプレーが出ました。ここからですよね、ここからうまく投げましたよね。でしたね、しましたね。軽く合わせた、ナイスバッティングだ。どうだ、ダイビングは取ったか。取った。これをハフマンのダイビングキャッチ、まあ、これがこの団結力っていうんですか、た方が、ね、はい、これは身内セカンド飛びついた、起き上がった平野啓一、ファインプレー。この中村孝也の当たりを平野啓一飛びつきました。そして起き上がって一塁へ、まあ、うまいですね。はい、引っ張りました。これは一塁間ジャンプして取った、荒木のスーパープレーだー。本当にこれが荒木のプレーだというプレーです。手線の被打率は2割飛んで3厘。バットの根っこで打ち上げたショートの後方、ずっと帽子を飛ばして今宮追っていくが、ファーストジャンプで取ったか、取った、よく取りましたね。本当だ。ワンアウトランナーありません。ヘルマン左中間のフライ、真ん中だ、どうか、ジャンプ、あ、掴んで今行きましたね。ここからです。ヘッドへ抜けていくか、掴んだ、一塁アウト。伊藤もヘッドですがね、加藤さん、これは助かりました。レフト面白いところ飛んでるぞ、どうかドレフトの亀、いや、アクロバティックな座っ、左中間に持っていってハフマンダイレクトで取った。よくあそこまで追いつきましたね、はい、ヘルマン初球打ち、セカンド中島よく取った、二塁転送、大引きが一塁へ、ダブルプレーです。抜けたと思いましたよね。いや、もう抜けたと思いましたね。中島この後も素晴らしい、ましたよ。インサイドを打つ、ジャンプだ、うまい、ナイスプレーです。松井株、はい、の西武時代をね、はい、思い出します、思い出しますよね、はい、もうドンピシャですよ、はい、ダイビングキャッチ、ナイスプレーだ、見せます。仕上がりの唐島をこれ救ってます。
ラゼルが頭に出ても、あ、これはいい当たりだ。ライトのライナーがどうだ、ちょっと右に蹴る、いや、フェアだ、フェアフェアフェア、一塁蹴った、ラザー、ボールは今二塁に向かっている、滑り込んだ、タッチ、アウト。この打球はね、自分で判断しなきゃいけないんですよ、はい、あの打球は、そんなに足も速くないわけですから、はい、変化球、流し打ち、この面白いところ飛んでるか、どうでしょうか、あ、これはもう本当大ファインプレーですよね。バッター当たりは、あー、セカンドよく取った、これはファインプレー、そうですね、はい、あとグランドレベルが、これ以上ランナーは出したくありませんが、一、二塁間、菊池が飛び込んだ、どうだ、ヘッドスライディングも、球も今高かったですね、やっぱりね、そうですね、ここで追いつくという、まあよく、これは打ち上げてレフト栗山追っていきます、ファールグラウンド、フェンスについて、さあとここです、ここでフェンスを確認して、いいプレーです、